ゆかチャンネルのショーでーす。今日はですね、ワンコちゃん見に来ました。ちょうど柴犬の里っていうところが阿蘇の方にありまして、そちらの方にちょっと今日はやってきてます。さあ、どんだけいるんでしょうね。ちょっと見に行ってみましょう。小町ちゃん行くよ。元気よすぎでしょ。小町ちゃん。じゃ元気だろ。ほらこっち向いて。よしよし。動画気になるね。怖え。よし。何をしてるんですか。木食べてる。なんかもう、走るか。行こうか。忘れ物、忘れ物。はい。景色がいいよ、景色が。もしかして映り方を自分が一番知ってるってやつかい？あ、皆さん、いや楽しかったですよ。犬動きすごいですね。引っ張る力が強いっていうか、もうちょっと気抜いちゃうと、もうあーってなっちゃって。もうすごかったです。でも柴犬可愛かったですよ。いやー、元気は良かったし、もうすごかった。行く途中うんこブリブリするし、もうなんだろう、いやー、改めてちょっと改めて見て、あ、可愛いなーと思いましたね。往復で2キロぐらいちょっと散歩をしたんですけど、犬は良かったんです。犬はそこの場所に行くまでがすっごい狭くて、正直車1台行くだけでやっとの道でした。なので
反対から車が来た時にどこかでこう避ける場所がないとどうしようもないような状態だったので、皆さん行かれる時は気をつけて行かれてください。で、今日はまだ晴れてたので道もちゃんと見えたんですけど、やっぱりちょっと見えにくくなってる時は気をつけた方がいいです。本当道が狭いです。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。